プリントクラブ。プリントクラブは自分の顔や姿をカメラで撮影してシールに印刷された写真を得る機械の商品名である。厳密にプリントクラブとはアトラスのブランドで1995年7月に発売したものを指す。同様の機能を持つ他社製品も含めて俗にプリクラと呼ばれる。現在。 プリントクラブ第336万7498号ほか、及びプリクラ第412万8271号ほかは、アトラスの親会社、セガゲームスの親会社である、セガホールディングスの登録商標となっているた、プリントシール機、写真シール機などの故障が適切である。本項目では、類似製品も含めて解説する。 プリントクラブは1995年7月に発売され、当初はアミューズメントパークを中心に設置された。その後各社から同様の機械が発売され、機械内部に記録されている有名人などと一緒になった影ができたり、ペンタブレットを搭載し自由に落書きをしたり、クレーム、スタンプなどの模様を入れたりなど遊びの要素を加えられ、女子中高生や若い女性を中心に2000年頃に、 大きなブーム取った。プリントクラブと名前が付くシリーズには、プリントクラブ、プリントクラブに、スーパープリクラ21の3種がある。初代、プリクラはシステム C に、2代目は STV、以上、セガとアーケードゲーム用のシステム基板が使用されていた。また、SNK のネオプリントでは、カスタマイズされた MVS 基板が使用されていた。 スーパープリクラ21以降、他社製のプリントシール機は PC、AT5 換気が筐体に内蔵され、OS は Windows などで動作していることが多い。撮影デバイスには監視カメラなどに使用される CCD カメラが多く使われていたが、2010年以降に登場したものには、ほぼ全ての機種で市販のデジタル一眼レフカメラが使用されている。写真を印刷するプリンタは、 業務用の消化型カラープリンターが使用される三菱電機製とシンフォニアテクノロジー製が大半を占める。このように現在では撮影と印刷に使われる機器はプリントシール機メーカー各社間でほぼ差はないため撮影ブースの設計や撮影後の画像処理、ユーザーインターフェース、印画紙の質感や色味などを製品コンセプトに合わせて開発することで 製品ごとの独自性を出している。製品の外観や画像サンプルなどのプロモーションには、かつては外国人モデル、特に著名ではないが使われていることが多かったが、近年は主なユーザー層である女子中高生に人気のあるファッションモデルが選ばれることが多い。他にはお笑い芸人などのタレントや人気のある男性声優が案内音声で起用される例もある。また、 近年の筐体には 3G による通信機能が搭載されており、ソフトウェアのアップデート、大規模なものは DVD で提供されるや、各種プロモーションの更新のほか、撮影した画像をプリントシール機メーカーが管理するサーバに送り、簡易性サービスを通じてユーザーに提供している。以前は印刷トラブルに備えて撮影データを過去数回分蓄積して、 テストモードから再プリントすることができる機種もあったが、この機能を悪用される例があったことや、個人情報保護の意識の高まりがあり、2015年、現在の主力機種では、印刷が完了した撮影データの閲覧再プリントは、できないようになっている。印刷完了前のデータは保持しているため、マシントラブルの場合は、電源段から復帰することで処理を続行できる。1995年に、 プリントクラブが発売され、テレビ東京、アイラブスマップ、ニテスマップがメンバーのプリクラをプレゼントしたことから、認知度が上がり、1999年頃に第一次ブームのピークを迎える。加熱したブームは2年ほどで収縮し、街中いたるところに設置されたプリクラ機もその数を急激に減らしていった。その後、東和ジャパン製のストリートスナップにより、 全身を映せるほどの広範囲化が実現された。東亜ジャパンは1999年に破産したものの、ストリートスナップの部品、消耗品供給は率、ソフトウェアエンジニアリングが行い、またノウハウを吸収した。日立ソフトウェアエンジニアリングはその実質的、後継機といえる、劇的微写しを発売。その登場をきっかけに、免許証用証明写真にも使えるほどの高画質化。 プリクラ機で撮影した写真を直接雑誌に投稿できたりオーディションに応募できたりといったネットワークの活用などの多機能、高性能化が進んだ。アトラス旧社はスーパープリクラ21の在庫を大量に抱えていたためで遅れ他社に先を越される結果となってしまった。プリクラはアトラス以外のメーカーが大きなシェアを占め2009年2月にアトラス旧社は プリクラを含む、業務用、ゲーム事業、開発事業の一部や子供向け、トレーディングカードアーケーゲーム事業は除くから、撤退することを発表。開発コストの上昇などから再産性が悪化している。上、アミューズメント業界の苦戦と消費低迷の影響から、機器の受注が大幅に減っていた。2008年7月期の同事業売上高は53億8400万円。 営業利益は5900万円。売上高はピークの106分の1に落ち込み、ここ数年は利益がほとんど出ていなかった。2009年7月期の同事業は営業赤字は避けられない見通しで再建と成長可能性を検討した結果、同事業が今後黒字転換し収益を確保できる可能性は乏しいとの判断に至ったとして撤退を決した。残った。 アミューズメントマシン事業自体も、アトラス、新社が、アトラスブランドを譲り受けして1ヶ月後の2013年12月に、アトラス、新社の親会社であるセが、後のセがインタラクティへ吸収された。修理サポートも、部品調達難により2017年3月31日を、もって終了した。他社の機種では、赤外線通信で、携帯電話に撮影した画像を送れるほか、 肌と髪の色をバランスよく調整し、目だけを大きく写すなど機能が開発されている。商品サイクルは大人をターゲットにしている商品よりも、はるかに短い。新機種開発には6ヶ月かかることもある中で、3ヶ月サイクルで新機種を発売するケースもある。こうした状況の中で流行として廃れずに10年以上に、渡り、ロングセラーを続けている背景には、消費者ニーズの把握。 高性能家の追求や新機能の追加といったメーカー側の普段の努力がある。業界シェア4割を持つフリューでは小型機、輪庫をテレビ局、映画館、観光地向けにも販売している。小中高生やかつてプリクラにハマった30代を次のターゲットとして取り込もうとする機やスマートフォンとの連携を図る動きもある。日本アミューズメント産業協会調べによれば 設置台数は1997年時点で5万台を超えていたが、2016年には約1万千台までに減少しているほか、筐体の大型化に伴い、導入台数を削減しているオペレーターもあるという。帝国データバンク調べによれば、オムロンを源流とする、フリュー以外のメーカーの経営は、厳しい状況とされ、バンダイナムコアミューズメントはすでに市場から撤退。 タツミ電子工業が2016年に規模を縮小し、IMS も定期的な販売を取りやめたほか、2018年にはメイクソフトウェアが経営破綻に至った。メイクソフトウェアの経営破綻以降、業界では不流一社の独占状態となった向きもある。メイクソフトウェアが手掛けにいたプリントシール機事業は2018年12月に加賀デバイスへ譲渡される予定である。 アトラス旧社はプリクラを2003年中国へ進出させることを発表。米国をはじめとする日本国外の市場へ展開し、今回そのノウハウを活かして中国のプリクラ市場を開拓に本格的に取り組んでいくことを目指していた。パイロット店舗ピカピカを上海の除外にオープン。5月下旬には天津にてアトラス原子有限講師の稼働を開始。同社は 今後の黒字化の目途が立たず、経営改善の見込みがないことから、事業の継続を断念し2006年に解散した。シンガポールにも、東南アジアでの業務用、ゲーム機器販売とシンガポールでのプリクラ店舗運営を、手掛ける子会社アトラスエンターテイメントを設立したが、2008年5月に解散。シンガポールのプリクラ店舗の収益が悪化、ゲーム機器販売も伸び悩み。 アトラスエンターテイメントの2007年6月期決算は売上高1億4800万円、最終赤字700万円だった。1990年代半ばまでに成立していたレンズ付きフィルム、使い切りカメラによる写真を介して楽しむ、相互行為が確立していたアイコニックコミュニケーション。そこに、 プリクラが登場したことにより、わずか数百円で複数枚を写真シールとして作成、交換、共有が可能になり、具体的には友達と一緒に撮ったプリクラを手帳に貼る、その利便性が高まった。そのつながりは直接の仲間以外の仲間の仲間まで及び、友人ネットワークの個人を写真シールという仲間内に流通しやすいアイコンとしてインスタントかつポータブルに資格化した。 アルバムでもあるこれらの手帳は、プリクラ手帳を略して、プリ帳と呼ばれ、多数のプリクラ写真で埋め尽くされるものも少なくない。印刷されるシール以外に、画像を携帯電話でも取得できるものが主流。取得方法としては、プリントシール機本体にメールアドレスに入力して、携帯電話で画像をダウンロードするか、赤外線通信により送る方法がある。 撮影した一枚ものみ無料で取得、あとは有料コンテンツでダウンロードできる機種もあれば、全画像を赤外線通信で取得できる機種もあるが、2015年、平成27年現在では直接画像を取得できる機種は製造されていないため、各社との会員契約、月額300円ほどをしないと、すべての画像を取得することはできない。近年では、スマートフォンの普及に伴い、 会員サービスと連動して撮影した画像の管理を行う専用アプリを各社が提供している。ユーザーの中にはシールは不要で画像だけ欲しいというものもおり、実際にシールが出ない分割安で画像だけ取れる機種、バンダイナムコゲームス、プラチナバランスシリーズも存在した。大半のプリクラは画像受信用のメールアドレスが、 日本の大手キャリアメールにしか対応していない。そのため、キャリアと契約していない MVNO ユーザーや外国人旅行者は、取ったプリクラを携帯に送信できない問題がある。画像取得の会員契約を結ぶ際にも、支払いは各キャリアを通じて通話料とまとめて、徴収される方法以外を選択できないことが多い。2018年11月現在、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。